金沢市のメロン幼稚園で行われた豆まき。子どもたちに強い心を持って自分の心の中の鬼を退治してほしいと毎年開かれています。鬼に扮しているのは子どもたちの父親です。怖くて泣いてしまう場面もありましたが、子どもたちは力いっぱい豆を投げつけ鬼を退治していました。最初はちょっと鬼怖かったんだけど、ちょっと少しだけやってみたらちょっと楽しかった。子どもたちは力強かったですね。皆さん元気に健康に1年過ごしていただければなと思います。